菅の毛坂。今年の2月に起きた本当の話。そろそろ自分の中でも整理ができてきたので投下する。今大学4年で就職も決まり、学校生活も落ち着いたので、念願の車の免許を取るべく免許合宿に行ったんだ。俺の地元は近畿なんだが、合宿場所は中国地方だった。そこで地元が同じである4人の大学生と仲良くなった。毎晩話をしているうちに、免許合宿が終わったらお祝いも兼ねて、どこかにドライブに行こうという話になった。無事全員免許を取得することができたその後日、LINE で連絡を取り合い日程を決めた。その日親の車を使えるのが俺だけだった。他の4人は住んでいるところも比較的近くだったため、どこかで集合し、原付で俺の家まで来ることになったようだった。4人のうちの1人にアルバイトがあったため、夜中の1時に俺の家に到着というプラン。ここからは聞いた話になる。4人は12時に無事集合し、全員原付で出発したようだ。夜中だということもあり車も少なく快適なドライブだった。4人横並びで交差点で信号待ちをしている時に、信号が変わるとともに一斉に走り出し、どれだけ次の信号に引っかからずに行くことができるか、というレースというか、くだらない遊びをすることになった。それに夢中になりふと気づくと1人いなくなっていたという。3人で今来た道を戻ると、原付を脇に止めて困り果ててるのを発見した。調子が悪くて動かなくなったんだそうだ。素人4人だったが四苦八苦しつつも、なんとかまたエンジンをかけることができた。1人の調子が悪いので、遊びはやめてゆっくり行こうという話になり、そいつの後ろに3人がついていく陣形で走っていた。先ほど原付が故障した1人も何の問題もなく走っていたため、結局また始まってしまった。気づくとまたさっきの1人がいなくなっていた。また故障かと思い、3人はまた戻ったそうだ。するとまた原付が脇に止めてあった。ああまたかと思ったが、今度は乗っていた本人がいなかった。どうしたのかと3人は原付を止めてあたりを探した。10分ほど探したが見つからなかったため、途方に暮れていた時に、脇の田んぼから携帯の着信音がしたという。この時1時を少し過ぎており、俺が電話したのがちょうど行方不明の彼だった。つまりはこれは俺からの着信。3人は着信音に驚き、田んぼの方に恐る恐る歩いていった。そこは街灯も少なくとても暗かったという。するとそこに行方不明だった1人がいた。その時の彼の様子は、まるで恐ろしいものでも見たように目を見開き、涙を流し失禁していた。口も開いたまま泥だらけになり、田んぼの真ん中ら辺で突っ立っていたそうだ。見つけた3人は焦って呼びかけたが、まるで反応がなかった。全員が田んぼに入り、だらけになりながらなんとか彼を引き上げた。ここで俺に別の1人から電話が入り、風呂と着替えを用意しておいてほしいということと、ドライブは中止にしようと言われた。俺は事情がわからないまま言われた通りにして待っていた。4人が到着したのは結局2時過ぎだったと思う。4人は3台の原付でやってきた。彼の原付は置いてきたそうだ。上着で無理やり運転者と彼を縛り付けていた。まだ放心していた1人を4人で風呂に入れてジャージを着せた。その頃には徐々に回復しており、なんとか喋るくらいにはなっていた。失禁もしていたため俺らは気を使い先ほどのことは聞かなかった。するとポツンポツンと、彼の方から話し始めた。曰く、突然また原付が故障し、脇に止めてみんなが戻ってくるのを待っていた。すると道の向こう側に女の人が忽然と現れて、手招きをしているのだという。街灯に照らされすごく不気味だったそうだ。話しかけても決して話し返してはくれず、ただ手をこまねいてるだけだったという。そこから記憶がないとのことだった。俺らは震えながら話す彼に何も声をかけることができず、その晩は俺の家に泊まり、明日車で彼の原付を取りに行こうということだけ決めて寝ることにした。3人はすぐに寝つき、彼も意外とすっと寝ついた。
それを見て安心し、いつの間にか俺も寝てた。これが3時くらいだと思う。4時ごろ、誰かに話しかけられて起こされた。話しているのは彼だった。俺もう帰らないといけない。俺帰らないと、そう言っていた。あんなことがあったため驚いたが、しきりに帰りたがるので、俺は全員を起こして彼を説得しようとした。全員で引き止めたが、彼は、帰らないと、としか言わなかった。結局拉致が明かず、不安ではあったが家に着いたら必ず電話するように、と念を押して、一人が原付を貸して彼を帰らせた。すごく不安だったが、およそ1時間後に電話が入り、無事家に着いたと連絡が来た。原付も自分のものと途中で乗り換えたのだという。俺らは心の底から安堵し、いつの間にかまた眠ってしまっていた。朝10時過ぎ頃電話で起こされた。彼からだったので嫌な予感がしたが出ると女性の声だった。電話してきたのは彼の母親で、泣きじゃくりながら彼が死んだと言っていた。朝彼の原付があったので帰ってきたのかと思い、部屋に入ると死んでいたのだそうだ。驚いてみんなを起こし、重傷聞き、すぐさま親の車で彼の家に向かった。家に着くと警察がいた。彼の母親が外に出てきてくれて、中に入れてくれようとしたが警察に止められた。昨晩一緒にいた旨を伝えると、余計に見せることはできないと言われた。母親とも引き離され、意味がわからないまま外で待っていると、警察署に来てほしいと言われた。結局パトカーと俺の車に分けられて警察署に連れて行かれた。運転は警官がしてくれた。取り調べ室のようなところに4人座らされ待っていると、中年の男性が写真を持って入ってきてこう言った。相当の衝撃を受けるかもしれない。怖い人は見なくていい。そして写真を見せられた。全員が思わず見てしまったが、本当に見ていた全員が驚きのあまり立ち上がった。写真には仰向けになり天井に手を突き出したまま、死んでいる彼の姿が映っていた。目は見開き涙を流し、口からは血が混じったよだれが垂れていた。手は限界まで開いており、血の毛が引いて真っ白だった。中年の刑事がすぐにポケットに写真を直して、彼の様子を説明してくれた。写真ではわからなかったが、彼は尿も便も漏らしており、白目も真っ赤なほど充血していた。死後硬直では考えられないほど手と腕が硬直していた。また、肩が上から無理やり引っ張られたように両方抜けていたという。一番覚えていることが、肩が抜けているのに、なぜ手が天井を向いたままなのか全くわからない、とつぶやいていたことだ。俺らは震えながら昨日のことを話した。中年男性は黙ったまま最後まで聞いてくれた。俺らの話が終わると一言、田んぼの場所と、最初に彼の原付の調子が悪くなった場所はどこか、ということだけ聞いてきた。昨晩彼と一緒だったうちの一人が地図で場所を教えると、男性は、そこか、とつぶやいた。その後簡単な調書のようなものを取られ、それぞれ家に返された。原付も警察が回収してくれたようだった。後日、代表して、俺が父親と彼の両親に話をしに行った。向こうの両親も警察から事情を聞いていたらしく、ただただ静かに泣いているだけだった。結局、司法解剖は彼の両親が拒否したので、彼の死因は心筋梗塞だということになった。後日彼の葬式があり、父親と友人と参列した。焼香するために彼の家の前まで来ると、棺桶がなかった。そのまま焼香を終えたが、あの時帰らさなければという後悔がすごくあり、何としても彼に謝りたかったので、思い切って彼の両親に聞いてみた。すると、彼の棺桶は祭壇の裏にあるのだという。会わせてほしいとお願いをするも断られた。無礼だとは思ったがお願いし続けると、しぶしぶ了承してくれた。葬式が終わるまで無理だと言われたため、終わるまで全員で待っていた。やがて式が終わり彼の両親に呼ばれて行ってみると、そこには棺桶ではなく箱があった。高さ2メートルほどで横も2メートルほど、幅は棺桶と変わらない幅だった。両開きの扉が側面についていた。
装飾も一切なく、ただの木の箱に見えた。俺らが立ち尽くしていると、彼の両親が、正直私たちでも見るのが辛い。見る覚悟がある方だけ息子を見てやってください。と言った。正直足が震えていたが、嫌な予感がしつつも俺は両開きの扉を開けた。予想通り彼はあの写真のままの姿でそこにいた。手を突き出し、おそらくまぶたを閉じることができなかったのか、目の部分には白い布がかぶせてあった。思わず、ひっと声が出て引きつけを起こしそうになった。俺の父親を含め全員が見たが、皆同じような反応をしており、中には腰が砕けて立てなくなる者もいた。全員が見終わって彼に謝った後、彼の両親が事情を説明してくれた。腕を下げるには、もう肩も外れているため、両腕を肩から切断するしかなかった。まぶたもまるで皮膚がそこだけなくなったかのようになっており、閉じることができなかったという。俺らはただただ泣きながらそれを聞き、彼の両親に謝った。彼の両親は、あなたたちのせいじゃない。とずっと言ってくれたが、俺らはただただ謝るしかできなかった。その後泣きながら父親に連れられて家に帰った。父親が帰りながら車中で、ふと警察で中年男性がしたのと同じ質問をしてきた。地図で説明していたのを聞いたので、大体の場所を言うと、父親も、そこか、とつぶやいた。その場では聞く気になれず、その日はそこで会話は終わった。彼の四十九日が終わり、父親に葬式の日のことを聞いてみた。父親は、話半分で聞いてくれ、との前置きをして教えてくれた。俺の祖父が父親に話したことだそうだ。おそらく彼の原付が初めに故障したのは、菅の毛坂、と呼ばれているところだろう。今では、菅の毛、と名まっているが、昔は菅の毛坂と呼ばれていた。少なくとも祖父が子供の頃はそうだった。当時、菅の毛を作る仕事は身分の低い人がする仕事だったそうだ。あくまでその近辺ではという話。そのため菅の毛一つの値段も安く、ひもじい生活をしていたそうだ。また、差別もあり、かなり虐げられていたらしい。そんな仕事で唯一儲かるのが特注品だった。例えば規制のものに入らないほど巨漢であるとか、何らかの事情で規制の棺桶に入れられないケースの際に、特注品を作るんだそうだ。特注品の話を聞き、ガテンが言った。棺桶に入らないほどの巨漢などそうそういるものではない。父親は続けた。手をこまねいていたのが女性だという点でも思い当たる節があるのだという。祖父が子供の頃、棺桶を作るのがとても上手な器用な女性がいたらしい。その評判は周囲に広まり、気づくと特注品の注文はすべてその女性のところに行ったそうだ。既製品はある程度作り置きしているが、特注品は死後注文が入って死体が腐る前にすぐに用意しなくてはならない。その女性は特注品であれど注文が入れば、必ず次の日には棺桶を作り上げた。見た目もただの箱ではなく装飾もちゃんとついており、とても一晩で作り上げたとは思えない出来だったそうだ。ちょうどその頃不審死が相次ぎ、彼女はそれらの注文をすべてこなしたという。最終的に特注品の注文は彼女のところにしか来なくなり、どんどん裕福になっていった彼女は、他の棺桶屋や、周囲の農民からも妬まれ、最後は若くして惨殺されたそうだ。大勢に農具や工具で原型をとどめないほど無残に殺され、田畑の肥やしにされたらしい。父親は、ここからは自分の予想だという。おそらく彼が田んぼの中で硬直していたのもそのせいではないか。手をこまねいていた女性はその女性ではないだろうかと。考えすぎだと思うし、ここからは祖父の作り話かもしれない。ここまでの話は知っている人もいるだろうが、ここからの話は祖父からしか聞いたことがない。そう言って父親は続けた。例の女性が殺された後、殺した棺桶屋たちが彼女の家に押し入ったそうだ。どうして特注品があんな短期間で作れるのか。特殊な道具、方法でもあるんじゃないかと探したらしい。すると家には作りかけの特注品の棺桶と、見たこともない祭壇があったそうだ。
特注品といえど亡くなり方は様々なため、一つ一つの大きさも形も違う。にもかかわらず、彼女が特注品を先に作っているのを全員が不審に思ったそうだ。そんな最中、不審死が起こった。棺桶屋たちはもしやと思い彼女の作りかけの棺桶を見に行くと、寸分違わずぴったりのものだったそうだ。もしかすると彼女が特注品の注文をもらえるよう、何らかの方法、呪いで不審死を引き起こしていたのかもしれない。それが今回俺の亡くなった友人にたまたま降りかかったのではないだろうか。父親はそんなことを言って口を閉ざした。亡くなった彼の両親は地元の人じゃないので、この話は知らないだろう。友人にも話していない。ただ、もう自分で溜め込んでおくのが辛くて、ここに書き込みをさせてもらいました。長文、乱文、打文を長々とすいません。あの時引き止めておけばと今でも思うのですが、正直怖かった。体も冷たく、瞬きもせずに帰りたいという彼から離れたかった。本当に申し訳ない。読んでくれた方ありがとう。洗濯機の真似。俺んちの洗濯機、風呂場のすぐ隣にあるんだが、洗濯コースを設定するときとかに独特の音楽が鳴る。その音が、ポパキペパー、かっこ洗濯コースや水量を設定している音、ピラリラピッポッパー、かっこ設定が終わってスイッチを入れたときの音、ってな感じの変な音楽なんだが、その日風呂に入っていた俺は、なんとなくその音を思い出してやたら壺に入ってしまい、ポパキペパー、ピラリラピッポッパー、ブーみたいな感じで延々とアレンジ強めで洗濯機の音真似を繰り返して歌っていた。すると、ふふふ。途中で風呂の外から笑い声が聞こえてきた。マジで。ちなみに一人暮らしだから風呂場のすぐ外で聞き耳立てている人間なんていない。あれは多分、洗濯機が笑ったんだと思う。そう思えば洗濯機が可愛く思えるじゃないか。そう思わなかったら、怖すぎるじゃないか。ふふふ。